ここはどういう作りなんでしょう。最低。ここがぬいぐるみが飛んでたっつう部屋か。ぬいぐるみさんがいっぱいですね。どうしよう。自分の部屋に男子あげたのなんて初めてなんですけど。冬空くん、悪い人じゃないよね。スカートめくったのもわざとじゃないみたいだし。でも、もし冬空くんがその気になったら、女の私なんて。なあ宮崎、なんでおんぶされてんの私。次のペアが来るまで足止めしなきゃなんないのに。でもこんな風に冬空くんにおんぶされるなんて。ちさきさんはイタリアンがお得意ということで、皆さんのお口に合うといいんですが。料理お上手なんですね。程よくおしゃれで可愛らしく、社交的で料理上手、宮崎千咲。貴様、女子力の化け物か。私には彼女が直視でき。人それぞれよ、サギッちゃん。そうです、サギリさんも素敵な女の子です。ご注文は私ですか。お客様だけ特別ですよ。